っていうことで今回聞くんですけど、サビの部分、おなよちゃんとじゆちゃんのところは先に。しももです。はい、ということで今回はサイエンティストのジャパニーズバージョンの MV が出たということで今回は見ていきたいと思います。はい、こちらのキャンディーボンジェットのすいももシールがついたやつをちょっと振りながら早速見ていきたいと思います。はい、ということで今回聞くんですけど、サビの部分のなよんちゃんとじひゅちゃんのところは先に TikTok の方での紹介されてたんですけど、その他は全然知らないので楽しみだなって思います。では見ていきます。はい、最初みなちゃんです ね。このみなちゃんすごい可愛い、好き。おう、なんか日本の MV、 日本っていうかジャパニーズバージョンの MV との韓国の MV ちょっと違うので嬉しいです。今の低音のサーターね、すごい可愛いというか好き、声が。はい、サビがきます。ほい。はい、ここはね、なんと TikTok で公開されてました、先に。で、結構なんかいい感じっていうのはね、Twitter でも、ね、ありました。このミータンの美女ほんと好き。あ、無理。この身物ね、交互に歌うのがね、いいよね。かわいいね。結構いい感じですよね、今回日本語の曲、ジャパニーズバージョン。ジヒちゃん、これ同じですね、一番と。かわいい。お、ラップ来るか。あ、怖い。このモノクロいいですよね、ちゃんちゃん合ってて。あ、もう行きます。なんかモーリンが歌う歌詞全部なんかファンファイルとかもすごい歌詞が好きなので嬉しいです。かわいい。なんか韓国語の MV とどこが違うのかあんまりわかんないですけど、かわいいの確か。あ、かわいい。まずいちゃん、めっちゃかわいい。あ、猫。量同じかな。ビートが格が違う時とかもあるので比べてみると面白そうです。このモーリーの髪型すっごい好き。終わりました。はい、ということで、はい、ということで今回は TWICE ジャパニーズバージョンサイエンティストのリアクション動画でした。いつも通りの MV も可愛かったし、なんて言っても日本語の役が結構好みだったので嬉しかったです。皆さん聞いてない方はまたぜひこの動画の次にもう一度見てみてください。それでは短い動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。